斬新な、ね、始まり方でした。その始まり方あるって言われてた。そう、私はここから入りたくて嫌だ。そう、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう今日変えてたの。そうだね。はい、皆さんこんばんは。あ、猫舌ショールームが始まりました。イエーイ。はい、起きてますか皆さん。ちゃんと見てくださいね。この配信は月曜から日曜まで毎日21時から日替わりオーナーが番組をプロデュースしていく、すぐ食べられないくらいに熱いホットな番組です。イエーイ。そして水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。はい、せーの、はい、オッケー。いいよ。あ、そっか、タイトルはできるかな乃木坂46。はい、今週はこのお二人でお送りしていきます。はい、佐藤楓です。よろしくお願いします。はい、吉田彩のクリスティです。です。よろしくお願いします。この2人の組み合わせは8月15以来なんで、うん、ね、意外。最初の頃ですよ多分ね、猫舌が。あ、そっかそっか、確かに。ですよね。なんか2回目とか3回目ぐらいの時、6月ぐらいから始まったんだっけ、かな、ね、はい。でこの時に全力ヤッホーをやった時なんですって、うん、いや私やったっけ。あ、全然覚えてない。私も覚えてない。全然覚えてない。やったかな。やっと見たい、ね、うん。はい、この番組はショールームの機能を使って皆さんにも参加してもらいながら楽しく過ごそうという番組です。右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして私たちと一緒にコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。やったーい。はーい、ということで今回作っていくものを見ていきましょう。はい、今週のお題はこれです。じゃじゃーん。わかるかな。あ、そういうことね、うん、はい、バレンタインチョコを作ろう。イエーイ。はい、今回はね、あと3時間ほどで、あ、そっかそっか、バレンタインデーということで明日関係各所に配れるように手作りのバレンタインチョコを作っていきたいと思います。はい、忘れてたね。もう私何年ぶりだろうってぐらい。うん、私もなんかもう明日なんてさ、バレンタインどころじゃないじゃん。正直どうでもいいバレンタイン。本当に本当にもう明日本当に大事なことがあるんですよ、うん、そう、バレンタインどころじゃないからもう助かりますね。ね、これはね、もう今できちゃうのもね。うん、もう作ったら明日届いて。そうそうそう。はい、放送中にわからないこともあると思うので、そんな時は放送を見てくださっているカカオ農家さんたちにコメントでアドバイスをもらいましょう。どういうことだろう。カカオ農家さんに原材料からやん。確かにね。くれるかなコメント。はい、初めてショールームを見る方のためにコメントの方法を説明します。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要なので、そのまだの方はまず会員登録をお願いします。ちなみに右下のツイッターマークを押すことでこの番組をツイッターで拡散することができます。星のアイテムももらえるそうです。キラキラ。たくさんの方に見てもらいたいので、ぜひ皆さん拡散の方をお願いします。拡散するとアバターに鳥さんマークがつきます。ということでこれから2時間お楽しみください。よろしくお願いします。あと115分。皆さんはあげるんですか誰かにバレンタイン。あ、そっか、もらう側か。そっかそっか、大体わかんない。女の子を見てるのかな。女の子あげ、女の子あげますか誰かに。あ、いいね、これ忘れてた。だってね、そもそも画面が真っ赤。忘れてた、パスワード。え、あげるよ、本当に。青春やん。え、もらえるって方。俺絶対もらえるって方、手あげてください。リリアにもらうだって。リリアはね、あげないよ。リリアは私にくれるから。うーん、お母さんにもらえる。お、よかった。まず1個ですね。 あれない、なんかさ、自分でチョコ買ってさ、女の店員さんにもらうじゃん。店員さんが女の人だったら、
じゃあなんかそれを1にカウントする人なん、知らん、初めて聞いた。なんか聞いたことあるねん。へえー、そうなの。そう、それダメです。それはもう入りません、カウント。買ったんですから。なんかさ、めっちゃ友チョコ祭りだったよね。ああ、交換してなかった？したよね。した。私も女子だけだったから。うん、そうだね、女子校だもん、ね、そう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 。なんかもはや 高2とか上に上がりにつれて、もうなんかタッパーで持ってくる子とか、あ、なんか取ってくださいみたいな。そう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 、いい、ね、あとなんかね、一人唐揚げ持ってきた子がいて、もうみんな甘いの持ってくるか、もう逆に塩辛いのいいなって思って、うん、いいよ、そう思ってめっちゃ大量に作ってきた子がいて、なんか女子校、そう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 、すげえ、なんかもうね、女子校ならではのバレンタインでした。ねえ、さあではね、今回のテーマがバレンタインチョコということなんですけど、早速やっていきましょう、うん、何かあればいいのかな。え、待って、これ皆さんに聞くの、あ、ここにもあったわ。どれ、危ない危ない、あ、人ですか、あ、そういうことか。生チョコ作ったことありますか。私はあります。得意、一番得意、うん、得意料理。え、じゃあ私デンに任せていい。でもね、何年も作ってないんだよね。え、なんかさ、一回さ、メンバー誰かと作って失敗したことない。あ、そう、覚えてる、なんで知ってんだ、これ聞いたの。そう、生クリーム入れすぎた、めっちゃ初期の頃だよね、多分2年前か、の時にレノが私のお家来て作ってたんだけど、なんか一個いい感じになって、うん、で生クリームを入れようってなって、なんか私がめっちゃ入れたらもう固まんなくて、なんかカッチカチになっちゃって、そう、失敗しました。チョコを刻もう。そっか、チョコをじゃあまず刻んでいきます。これはきっと明治さんのチョコです。あ、ダメなの、明治さんってダメなの。あ、じゃあこれに5枚放り込むんですね。これどこで、これで切ればいい。ああ、これ、あ、これか。ちょっとこの辺を一旦整理。あ、じゃあどっちかから切るしかない。いいよ、じゃあ私砕くよ。本当、うん、10枚も、え、5枚じゃない。あ、そういうことね、うん、あ、そういうこと、手でってこと。ほら、これ上 TR あるや。1枚とうわ、食べた、うん、食べた。じゃあちょっと切りたいと思います。あむあむあむ、この中に放り込んでいいかな。え、もう細かく刻まないと。でも溶けにくいんだよね、すごい。溶けるよ、大丈夫だよ。 あ、ちょっとミスった、先縦切ればよかったな。でもこれじゃダメ。え、私それと、こんなんなんやけど。本当に、うん、私めっちゃ細かく、うん、これを全部入れたらいいんですか。わあ、生チョコ大好き、一番好き。え、これで何人分できるの。これ砕かなくて、なんかそれいい気がしてきたな。でもなんか溶けなさそう、うん、溶けるかな。握りつぶしたらいけそう。こういうとこ性格出るよね。私 A 型。私も A 型。そっか、3期生 A 型多かった。そう。なんかね、昨日乃木坂のメンバーのあれ見てたの、血液型。で、血液型、ああ、ちょっと。じゃあね、うん、え、あ、ごめんね、AB 型がね、江藤さんしかいなくて。4期生も AB いなかったの。全体で。そう。そうなんだ。なんか貴重な AB 型と思って。AB、あ、貴重なのか。なんか1人しかいないのが47ぐらい。やば。AB 型の人、貴重な方ですよ。貴重な AB 型。貴重な人材です。AB、はいってめっちゃ多いじゃん。本当かな。本当かしら。ミサ先輩と一緒がいいから入っていってます。うわ、よくないよ。わ、もう美味しそう。すごい、私の雑さがここで。もう、わ、めっちゃもうバラバラになっちゃった。
今日はやらかさないですよ。大丈夫。GoPro。血液型が不明の人って気になんないよね。ねえ。レノとかもわかんない。不明だよね。最初びっくりしたもん。ね、初めて見た不明の人。ランズさんとかも不明じゃなかったですか。あ、なんかそうだった気がする。ねえ、4期にも2人いたんだよね。不明の人。うん、へえ。わざわざでも調べようと思わないけど。まあ面倒くさいよね。うん、痛いじゃん血取るの。私も献血超嫌い。なんかさ、血取るのあるじゃん検査とかで。ああいうのってさ、怪我した時になんかちょちょいってやっちゃダメなんかな。ああ、自分でスポイトとかで。わざわざさ、体に穴開けんくてもさ、あ、自然と流れてくる。確かに。血液で。確かに。いけんじゃない？うん？あ、そっか。うん、でもあれか、外気に触れてるからあんま綺麗なんか血液じゃないのか。うん、私も意外と全然砕いてない。え、ほらもう私砕けた。全然細かくしてないわ、包丁使ってきながら。え、もうこれ入れていいの。へえ。ちょっと早くやんないとさ、固まんなさそう。入れます。はあ、うん、ほい、うん、ほんで弱火、うん、とろ火、もうちょっと、ほい、へら、よいしょ、うん。楓が頑張っている。もう手が手がもう破けそう。わっわっわっ、飛んだぞ。これまだまだあれか。わー、生チョコ大好き、生チョコ好き。この前ね、生チョコ買おうと思ったの、仕事の前に、うん、なんかすっごいおしゃれなチョコがいっぱいあるお店があって。あ、でもなんかさ、普通の生チョコじゃなかったの。なんかめっちゃおしゃれな、うん、なんかさ、ブランデー入りとか。あー、それ無理かも。私ノーマルが食べたかったから。うん、わかる、普通がいいよね。そう、だから買わなかった。なんか高いし、お酒が、お酒の味するのあんま好きじゃないんだよね。ここにめっちゃ酒あるんだけど。あんま好まないな。これ何？リキュール。リキュール。あ、でも大丈夫。多分ここでやってるかも。うん、あ、溶けてきた？うん。理想はめっちゃみじん切りみたいに全然切れないや。すごい地味な絵。 GoPro 大活躍じゃん。全然しないよ。え、 GoPro はいつから入荷したんですか。入荷っていうか先々週。ああ、そう。あ、じゃあ私が出た次の日。私が出た、私出てない、わかんない。先週今日だ、そっか、13か。うん、へえ、バレンタイン、バレンタイン、バレンタインの実感ないな。でさ、バレンタインちゃんと作るけどさ、うん、結局持っていくのめんどくさくて家でずっと一人で食べちゃう。マジで？めっちゃもったいないじゃん。なんか包むのがめんどくさくなって、うん、もういいやって思って。タッパーとかで持っていけばいいじゃん。もうさ、荷物をあんまりこうね、極力持ちたくないのね。ああ。でもなんか
チョコ必要かって言われたら別にそうでもないじゃん、うん、教科書とかに比べたら、まあね、確かにだからいいや、だからもらった人にだけ返してた。めっちゃもうめっちゃ 何十個作ってやってたな、うん、おばあちゃんと作ってた。おお。それはめんどくさくなんないよ。うん、溶けた溶けた、だいぶ、うん、これやばいな。カレー
私さ、このくだりをさ、もう何十回もやってんのメンバーと。でも、いまだにどっちかわかんない。カレー？カレー。なった気分私はショコラティーよ。今は何を作ってるんですか？今は生チョコ、リキュール入りの生チョコよ。ポイントは何ですか？ポイントはやっぱりチョコを細かく刻んで溶けやすくするとこかな。なるほど。カメラに一度アピールをお願いします。何の？ほらほらほら、寄ってくれたパティシエ楓の生チョコ作り あれなんだっけ、あのさ、冷たい上でやるやつ、かき氷？いや違う、 なんだっけ、コールストーンじゃないか、なんかチョコの温度を、あれじゃん、大理石のさ、そう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 、
あ、そう、テンパリングだ、テンパリング。あれやりたい。テンパリングなう。だね、あれでね、面白いの見たの。うん。なんか、あのさ、ケーキ置くさ、ぐるぐるんって回転するやつ。あ、見たことある。そう、あれにチョコビーってやったやつだね。すごいよね。バネみたいなチョコができる。めっちゃ綺麗になるよね。そう。あれやりたい。ああいう動画見んの最近ハマってる。無理でーす。はい、できました。完成でーす。食べましょう。溶かします。違う違う、固めます。します溶かします。お願いします。それで再び。わ、カスがいっぱい。暇になりますか。あ、本当だ。差し替えはしないんですよ。ちゃんと1から100までちゃんと段階踏んでここでやるから。今溶かしてるじゃないや、固めてるから。はい、じゃあもう終わっちゃったな、チョコ。うん、チョコ美味しい。早かった。早かったね。だってこの台本の予定的には10時ぐらいにもぐもぐタイムなんです。いつものね。もうもぐもぐできちゃう。そして楓は何かをずっともぐもぐしている。落ちたカスよ。やめなさい。あ、なんか取れた。あ、お包丁。お包丁。お包丁。なんかさ、こういうさ、ゴム手袋あんじゃん、うん、これビニールだけどゴムのやつでね、こうやってね、風船みたいにするの、これ。あ、じゃあね、マンボウみたいになるの。マンゴー？マンボウの形。え、これもう使わないかね。やってやって。でね、これもっと膨らむやつがあるんですよ。すごい。本当に指が入ってるみたい。これがヒレで、あ、ね、ここがもっと丸く膨らむの。あ、じゃあね、ここに目をこうペペって書いてね、ここになんか紐ベーってやってね、 あのね、散歩してた、家で。知ってたの？昔やってたの？うん、へえ。あれ膨らまない？マンボウ。しょぼそう。マンボウ。ちょっと無理だな、これ。これさ、このままさ、肺活量が足りないんだ。もう一回、もう一回振る。あ、なるほど、うん、絶対もっとこの辺持たないと入んない。くっついてきちゃった。あー、お遊びをしたところで、よいしょか。なんかお話してる。さあ、ここでお待ちかねのもぐもぐタイムです。4ページ。ちょっと早かった。もぐもぐまだだって。はい、じゃあね、今ね固めてるのでね、うん、続きましては新コーナーをやっていきましょう。よいしょ。乃木座かるたのコーナーです。このコーナーはメンバー一人一人の名前が入ったオリジナルカルタを作っていこうというリレー企画です。うん、放送中に読み札を作って視聴者さんに絵札を視聴者さん視聴者さんに絵札を書いてもらって一つのカルタを作っていきたいと思います。ういす。ということで、前回募集した絵札が早速届いていますので、うん、まずはそちらを見てみましょう。はい。お、前回かりんさんとれなさんですね。これれなさんがペの存在感。どういうこと？ペって何？ペ？ペペ？ペ？ああ、ペディア。あ、これか、なんかあれか。ペディア。ほら。何？ペディアって何？なんだペディア？なんだ。ああ、なるほどね。なんかわかんないよ。かりんちゃん。白米に愛された女。おかりんか。あ、そう、絵がね結構届いてるんですよ、ね、すごかった。見せれるのかな。はい、じゃあこれかりんちゃんの絵。かわいい。なんかもうすごいね、こういう絵描く人って。かわいい。これが1枚目でしょ。かわいい。でこれ、わあ、なんかまたタッチが違う、ね、すごい。だって頭に米乗ってる。かわいい。箸刺さってるし。うん、で次これ
かわいい。ちゃんと制服着てんじゃん。ね、すごいよね。何この後ろのお釈迦様。それ誰なの。かわいい、はい、かわいい。一色三号に押さえてるけど、なんかもう選べない。ちゃんとね、将棋の駒持ってて、これ米なの。すごい、すごくない。見て、これかわいい。これあ、ちゃんと積んでる。これ絶対これ一色三号分じゃなくない。三号分なのかな。確かに。で次すごいいかついかりんちゃんが出てる。炊飯器持ってる。いかついけどなんかでも好き。なんかでも分かるよね、かりんちゃんって。分かる。なんかさ、うん、仙台のライブの自己中プロ、仙台だっけ、うん、自己中プロデュースでさ、本当に炊飯器とさ、お茶碗とさ、ね、食べてたな、みんな米。そう、ご飯炊いてやってたよね。すごかった、ね、あれ。次、レナさん。はい、いっぱい書いてる。ザキペディア、レナ。おお、あ、これ、あれ、あだ名、あだ名違うのかな。だって Z とかあるよ。あー、ほんとだ。すげえ、腕もちゃんと長い。あ、ペンなってるんだ。おー、すごい。なるほど、私あれかと思って、マイルールのさ、この鳥のやつ。あー、うん、次、ダジャーハオ。ダジャーハオ、これあれかな、中国語ね。すごい、かわいい。レナさんってわかる。猫みたいね、かわいい。すげえ、なんかわあ、すごい。あ、脳内ってこと、うん、すごい。みんなよく考えれるね、こんなの、ね、すごい、すごい。制服もめっちゃ再現されてるね、かわいい。これも好きだな。すごい、すごい。こんなん選べないよ。よくこれみんな書けるね、うん、だってこれあれでしょ、多分デジタルのやつでしょ、パソコンとかのタッチペンみたいな。うん、あー、すごい。なんみんなさ、違うじゃん、それぞれ絵のテイストは。そうなんだよ。全員の読み札が揃ったら、みんなが描いてくれた絵をメンバーで選びます。だって、だからここから1枚ずつ選ぶってことなの。選べないよ。すごい。はい、今日はこっちか。はい、私はよ、吉田のよ。私はレンのて。てて、もうすっかりレンが、ね、しかもこれすごいね、ちゃんと4期生ももう入ってる。そうなの、ね、で、嬉しい。でてててててて、うん、そうですね、はい。私と葉月の時に、うん、これが完成したんです。あお、そういうことね。でカルト。これは自分で考えるんですか。考えてもらうのか。じゃあクリスティから。あ、なるほど。私ルールが全然分かってない。よ、よ、じゃあよ、よ、よのよから始まるやつ。言葉？あ、言葉か。何？文？なんか。
リハとかでさ、うんうん、歌割とかさ立ち位置とかがさ、うん、そのスタッフさんが、うんうん、持ってる紙に書いてあるじゃん、うん、手書きで、うん、私だけでなんです丸で。え、そうなの。そう、でんとかみんななんか坂口とか吉田とかじゃん、うん、そうだね、だいたいなんか名字の頭文字みたいな。そう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 、なんか私だけだけなんか丸でとか。あれじゃない、だってさ佐藤の佐だったらさ、まあね、さんとかぶってるし、そうそうそう、うん、楓はあれじゃない、画数が多いみたいな知らんけど、そうでんなんですよね。はい、完成。お、完成。ん、お、じゃあこれに合う絵。ちなみに私はこの時天丼食べてました。え、描きやすそう、この絵。本当？うん、いいじゃん。お待ちします。これは来週わかるんでしょ。いいじゃん、いいじゃん。私なんかありますか？ピッピッピッピー。駅伝を愛する女。武勇伝、武勇伝。それ武勇違うよ、人のギャグ書いてあったの。でも駅伝系いいんじゃん。あ、描きやすそうっていうか、うん、そっちの方が絵が、うん、なんかない？駅伝早いな、早いな、うん、早いな早いな。片言で駅伝中継伝じろう。よくない？いいよ、よし、即決。やばい、もう終わっちゃう、これが。あ、終わっちゃう、終わっちゃう決まった。終わっちゃう、終わっちゃう。あ、でも片言の絵って描きにくいな。なんかロボットチックに描いてくるんじゃない。あー、なるほど。最近片言、あ、片言治ったからな。いつもそれ言ってる、うん、だってほんまやもん。そうやな、そうやな。片言で、あ、思い出した。駅伝どうやって書けばいいんだろう。駅は漢字で、あ、でを赤、うん、駅で、駅伝でが2つ出てきた。横からって恥ずかしいな。駅伝中継駅伝中継なんだっけ、伝次郎だっけ、なんだっけ、なんだって言ってたっけ。片言で伝次郎だっけ。もう最近伝次郎って呼ばれてる。もう子は伝次郎だよ。てか、もう子しか伝次郎とか呼んでない。あ、そっかそっか、もともも子だった。そう、あ、あ、分かった分かった。駅伝中継伝次郎の出るんじゃん、うん、今書いてあった、うん、ありがとう。でデンジロー、う、オッケー。デンジローって違う人みたいだな。ねえ、ほんとよね。はい、片言で駅伝中継デンジロー。テテテテ、決まりました。よし、お札、お札じゃねえや。ちょっと違うものになっちゃった。お札に書こうと思います。パチ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 パからでを入れます。はい、 OK、 できた、できた。はい、片言で駅伝中継伝次郎。はい、あ、この絵をね、よかったらお願いします。どんな絵ができるかな。ねえ、楽しみだわ、楽しみにしてるわ。あ、お片付けタイム。ということは？お？ということは？ということは？今から？とカルタをします。ということは？
今からスマブラをします。今からということは今からイエーイ。なんだイエーイ。あれなんか IH が出てきた、戻ってきたぞ。なんだ。おかえりなさい。おかえり。誕生日です。だっておめでとう。ハッパーセー。ハッパーセー。ハッパーセー。ハッピーバースデーってさ、うん、文字で書くときなんて。やったー。わーやったー。今日めっちゃ豪華やん。やばーい。やばいやばいやばい。ハートのマシュマロー。ハートじゃない。何それ。何これ。これ何？何ですかこれ。え、だってこれハートでしょ？まあ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 。置いといて。雪だるま。わあ、いちご。わあ、もうチョコフォンデュー。アイドルって感じ。いいでしょう。いいでしょう。わあ、やばい。やば。うん、うん、うん、悲しいよね、こうなったら。分かれちゃった。そうだから、これラブラブしてんじゃん。もうこうやって、ああ、ああ、分かれちゃった。残念。わあ、いちご好き。匂いがいいね。今日からダイエット始めたつもりなんだけど。へえ、しょうがないか。お仕事だから。あ、カレーかダイエット始めたの。そうそうそう。いっぱい食べちゃいます。糖分の塊やんくん。いっぱい食べるわよ。これなんか鈴カステラ。ね。鈴カステラチョコフォンデュしたことないかも。ね。確かに確かに。ダイエットしてるんだけどね。今日はチョコフォンデュ食べちゃうよ。チョコ来た。わあ、チョコチョコ。フェイス。チョコ。わあ、用事。はいよ。あら。わあ、やばーい。マシュマロ。わあ、一番いいかも。あ、でも、毎回いいんだよな。じゃあ、ハートのマシュマロ。いただきます。いいよね、チョコフォンデュ。ハートのマシュマロ、うま。どう？おいしい。私はいいことを考えたよ。いただきます。うん。おいしい。はい、あなたのハートにズッキュンバージョン。おー、刺さってるね。そう、ちゃんと嫌が刺さってる。いいじゃん。そのまま食べるのかカステーラ鈴カステーラ。うーん、みんな当たりって書いてくれてる。嬉しい。
めっちゃ行きたい。行きたい。なんかやりたいな。タオル持っていく？見つけるよ。あざ。見つけるよ。あのさ、タオルグッズで毎回出るじゃん。うん。でさ、
そうでもね、あのレイちゃんとかね、さやかちゃんはね、私のことをね、アヤティ先輩って呼んでくれるからね。かわいい先輩なの？さんじゃなくて。アヤティ先輩と呼ばれた。なんか学校みたい。アヤティさんって呼ばれたけど。かわいい。めいちゃん、
すとこんなところで喧嘩しま…違うな、間違えてた。なんだっけ、思い出ファーストこんなところで喧嘩しない思い出ローマンティック。はい、みんな歌って、ちょっと 歌下手だから。ここに気づき的思い出ファーストいつかの日でなんか歌詞違う。合ってる。夏だったと。ラララララ。違うよ。てっ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 て大切にしたいもの一番目は何なの。なんだっけ、何だっけ、させるのかプライオリティ、ちゃんと考えなきゃね。思い出ファーストこれがファーストだ。この夏の甘い目標ラララララ。ここ楽しいんだよ。これはちなみにはじきと笑い合ってます。私みずきのこと見てないね。ほとんどシカトされるなんかさ、いつだっけな、なんかさ、いつかめっちゃ久しぶりに思い出ファーストリハでや
すごい。え、踊るのいいね。ね。ちょっと毎回踊りたいな。うん、時間あるからレポートリル行く。ね、今日めっちゃ時間ある。まだまだもう。消費できたかな。え、あと1曲なんかやりたい。人はなぜ走るのかっていいよ書いてあった。よし。え、人はなぜ？人はなぜ？え、待って私 A メロ B メロわかんない。いや、頑張ればいける。え、わかんないわかんない。人はなぜってあれで覚えてます？3期が初めて出た5周年のライブで。ワンハーフワンハーフ。え、本当に人はなぜ？人はどうして？左胸やんない？ちょっとできない。私わかんない。ワンハーフです。うーん、あーやだーやだやだ。じゃあ一回弾いてまた踊ろう。いいよ。え、なんかさ、踊ってください系入ってないかな。どう？ライブは。ライブのコーナーどうですか？はあ、疲れちゃったね。よし。暑いね。やったー。暑いね。お、ありがとう。よし、早く弾いちゃおう。早く弾いちゃおう。チャリーン。チャリンチャリン。お、なんだ？ふーん。ん？なんだ？この、待って待って。この風、やりたいことはありますか？季節外れだな。なんかある？この冬？うん。あ、やり残したこと。もう冬終わっちゃうもんね。そうね、もうすぐ終わるね。うーん、春や春。あ、スキーに行きたい。へえー、スキー。え、スキーってあれ2個のやつ？そう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 。スノボはちょっとできない。やったことないスノボ。スキーはやったことがある。スキー合宿行ってた。すげえ。な、名古屋じゃない、長野とか。そうそう、志賀高原っていう有名なところなんだけど、そう、めっちゃ楽しかったの、好き。いいね、やってみたいね。なんかね、林間公
お、来た。ありがとうございます。音楽暑い楽しい汗はかいてないのあーいいねライブ、ちょっとチョコのね罪悪感がなくなりました。ちょっとお題考えよう。あよしそうや言っちゃった。楽しかった。私ライブが一番好きなんだ。
あ、同じだった上から私ね、あ、自由の彼方じゃないや。てて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 、なんかさ、ずっと踊ってたからさ、曲の名前しか出てこないんだよ。どういうことじゃあお題をね、今考えてたの見ながら、曲名しか出てこない。ここから一旦みんなちょっと曲から離れて。小さな、そう、ここが好き。ここから見える小さな空を捨てる。あ、はるか、はるかなるブータンね、大好き大好き。受験頑張れよ。これができない。何何でそれ。できる？首のこれ。あ、できない。私未だにできないんだよね。日常でもこれあんの、その動き。あ、らしいね。そのできない。でもたまみにさ、たまみダンスうまいじゃん、そうやってよって言ったら、たまみこれできないのって言ってて、え、意外じゃない？そう、意外、できないらしい、これ。連歌がうまいんだって、それ。あ、連歌うまい。私がやるとも気持ち悪くない。愛されそう。そうそう。お兄ちゃん、お兄ちゃん好きって。新社会人応援して頑張れ。はいと、はいと、はいと。白い雲に乗ってこれさ、うん、あの前通でもやったじゃん、うんうん、久しぶりにやったじゃん、うん、バスライライで、うん、はずきとたまめ、たまめじゃない、はずきとももこがもう足取ってないんだよね。めっちゃ面白いの、もう見てほしい。あれ2年ぶりぐらいに苦戦してたもん。そう、この曲で足真似できるよ。できる。ももこの、ももことはずきの白い雲。こんなのったもん、下行くの。めっちゃ面白かったな。身内ものまねいいじゃん。いっぱい笑ったな。あ、今いいの見つけた。今まで演じた中で一番好きなセリフを。いや、それ出たらできるかな。なんかセリフ演じた。今度703バッツ。そう、73バツ。703バツあるね。そう、5月から絶対見に行く。クイズでしょ。そう、クイズ。楽しそうじゃん。クイズがメイン。だからクイズ対決とかもするの。クリスティクイズできる？私わかんないんだよね。さ、クイズ番組は好きなの。あ、でもさ、なんかクイズ番組って大体書き問題じゃん。うん。でもさ、早押しだから。ああ、私これミスないや。難しいよなと思って。頑張るな。絶対これ割れながらいいよ、はい、大メンバーのモノマネ。あ、なんかシンプル。誰でもか。はい、書きました。今まで演じた中で一番好きなセリフを本気で一言でいいです。あ、一言で。え、ちなみに電話。え、覚えてない。なんだっけなんだっけ。私は、うん、今夜は天の川が綺麗だね。あ、ジョバンニ、僕は君と一緒にお祭りに行きたかったよ。カンパネルラ。一言でも丸。オッケー、これ割れながらいいお題だな。お母さん、なんだっけ、違うな。今朝の牛乳は届いてなかったよ。せっかく砂糖入れておこうって思ったのに。忘れちゃった。お父さんが帰ってくる頃には。違う。今から買ってくる。大丈夫、お父さんが帰ってくる頃には元気になっててね、みたいな。そう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 。コンコンコン。すみません、今朝うちに牛乳が届いてなかったんですけど。お、よいよいよいよ。あ、いよ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 。いいじゃん、いいじゃん。牛込天神坂さん。紀の国坂です。懐かしい。ありがとう。みんなの方が覚えてんのね。ねえ、確かに。でもね、
デデデデン。ダメ。はい、分かった人。分かった。言いたい。もう分かった人。はい。まだダメです。ああ、こういうの分かったらすぐ言いたいよね。お、答えがちょくちょく。あ、出てきた。いいよ。ダンケ。正解。イエーイ。イエーイ。
え、私顔かい？嘘。何？顔かいって言われた。酔った酔った。酔ってない、お酒飲んでないから。見えない。え、どうしようどうしようどうしよう、何がいい？何でもいいよん。本当。いいよ、行くよ。せーの。あ、間違えた。なんか見たことあんの。あ、わかんない、待って。めっちゃ見たことある。あ、音がない。もう一回やって、もう一回やって。あ、なんか答えっぽいの出てるよ。これ答え合ってんじゃない？合ってる。おお。ちょっと歌っちゃった。そう、音ないとできないの。あ、やばい、溶けてきちゃった、溶けてきちゃう。そうなの、アンダラでやったの。大きい。でっか。よし、まぶす。いいよ。あば、テーブルがもうココアパウダーまみれだ。申し訳ない。パン粉つけてる気分。あ、今から天ぷら作るわよ。生チョコの天ぷら。合ってる合ってる。生チョコの天ぷら作るわよ。まずそう。お、正解正解。インフル。イエーイ。ねえねえ、一個食べてよ。いいよ。で、カエデのでかいんだって。はい、オレンジリキュール。あ、そっか。あれ、そうなの。あ、味する？オカが強いらしいです。今日のご飯は天ぷらよ。どう？私作生チョコ。リキュールの味が分かんない。あ、分かんない。やっぱ少なかったのかな。ちょっと遠慮しちゃった。やべえ、喉にずっとココアいる。はい、作ったよー。あー、はい、私からのバレンタイン。よし、できました。赤い、赤い、めっちゃ思ってた。うん、確かに赤い。めっちゃ血の巡りが良くなってんだ今多分。あ、踊ったからだ。うん、別の赤い。これは何か、何これ、個別で包む系のやつですか？ええー、細けえ。うん、うわっ。あって、帰りの手がひさ。ママ。そして、そうこうしているうちにあと15分。やばい、こんな汚いと思わなかったよ。うん、ありがとうございます。よし、ママ。ウッティって。ウッティー、ウッティー、ありがとう。あー、爪に泥が。泥じゃねえ。あ、泥、間違えた間違えた、泥じゃない。間違えた間違えた。本当にココアの妄想ひどいよ。間違えた、ココアだった。何ここを刺したらいいのかな。えい、ズキュン。お、かわいい。ズキュン、かわいい。
2月13日今日の夜中か、24時59分から日本テレビ系でザンビ放送です。イエーイ。今日4話かな。お見逃しなく、ね、あ一緒だもんね私ら。そうだね、いじめっ子グループ。お見逃しなく。怖いけどね。お見逃しなく。はい、それでこれ出んかな。2月15日 EX 大賞よろしくお願いします。真夏さんと桃子と対談してます。よかったら。あそうだ、2月16日が帰り道を後回りしたくなるの個別握手会がビッグサイトであります。待ってます。待ってます。まあ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 、うん、あとは何日。まあライブですね。もうすぐ。そうね、ライブ4日間あるからね。ぜひぜひ。あれもう今日何日。あれもう来週の明日からか。え、もうそんな。うん、へえ、早いね。早みたいな感じで。やば、早。なんかやばいな。焦る焦る。そう、なんかクリスティめっちゃ綺麗だな。ちなみにあのザンビをリアルタイムで見てる人っています？ちゃんと。怖いよね。怖い。私怖くて見れないけど。だからあの明るい時間に見てる。怖くない？ちょっと怖いよ。あのさ CM の一人でギャーが怖い。あね、急に来るよね。でも慣れれば。うん、あ、ランキングを読まないと。ランキング。ちょっと見えないな。じゃあ交互に読んでいくか。うん。いける？雑だな。あ、ごめんごめんごめん。あの送あれがないか。あ、ない。ない、取れる。あ、チョコマミ。はい、ではランキングいきます。10位、ショウタン。おめでとうございます。10、あ、10位。9位、9位、モドさん。おめでとうございます。8位、iPhone やめた人間。どういうことや。えらい、えらい、わかんない。携帯触りすぎてやめたのか。8位、あれ9位、8位、7位か。7位、とんこつさん。おめでとうございます。6位、チャミちゃん。おめでとうございます。5位、ヨネさん。おめでとうございます。4位、ともや。おめでとう、おめでとうございます。3位、たいせいさん。おめでとうございます。2位、箱一さん。おめでとうございます。1位、はじめ総務課長さん。おめでとうございます。すごい、メープルシュガーや。メープルシュガー、メープル、メープル。はい、上位10名の皆さんにはこの生チョコをプレゼントしたいと思います。だからね、こうやって私はすぐ放送に飽きてるからもうやめました。このまま配り歩きます。はい、って持って帰ろうよ。これからちょっとできるとこまで、あと5分。よし、お話しします。おかげさまで手はココアパウダーまみれ。放送はね、楓が頑張ってくれてるから。そうね、いいやと思って。私はおしゃべりします。たまみにあげよ。たまみざんび頑張ってるから。梅じゃねえや。差し入れで持ってく。これ、あ、じゃあレンカとたまみとリリアですね。何踊りたい？何踊ったらいいの？まあ、あとちょっとしかないよ。何か一曲、イントロドン。イントロドンじゃない。ポケットカメティングいいよ。君にいいよ、いいよ。サビ？サビ？
タタ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 タやったよね。でも今やった。善悪とかでやってるね。善悪でやってるよ。え、全然覚えてないよ。そう、オセロアシロの勝ち。あー、オセロアシロの勝ちやったみたいな。イエーみたいな。そう、はい、なんかちょうどよさげ、いい感じに、ちょうどよさげはい、いいよ、これで。そして来週の配信を見逃さないためにも、そしてって何も間違えない確かにパソコンだと画面右上、スマホだと画面下にある、ハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに、まあ、番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、コーンってコーンってね、うん、はいね、もうあっという間でね、生チョコも無事美味しくできました。明日配りたいと思います。欲しい、てねー、欲しい人、はい、あげなーいはい、それじゃあね、もう時間だからね、はい、うん、またお会いできるのを楽しみにしてます、はい、以上、乃木坂46の佐藤楓と吉田彩乃クリスティでした。バイバーイ、バイバーイ、またね。楽しかったよ。